オルカンなどで全世界に投資をしている皆さん、ぶっちゃけ数千銘柄の中で、あんまり小型株いらないよなとか思っている投資家の人いませんか僕はパワーイズパワー。これがポリシーなんで、世界の企業ランキングの中でも全部に投資をするっていうよりは、まあちょっと下の部分はいらないかな。上だけ投資できればいいやっていう感じのスタイルです。まあ、そんなことからですね。 全世界株式よりも全米株式よりも S&P500 派っていう感じになってきております。今回の動画では世界のトップ100企業を紹介してその後でこのトップ100に投資ができる ETF っていうのを紹介していきたいと思います。さあ皆さん、僕たち日本の企業ってトップ100にどれぐらい含まれていると思いますかそんなところを考えながら見ていただければと思います。まず、こちらがですね、世界のトップ企業をバーッと並べたものになってきておりまして、 ここに書かれているウェイトっていうのがこの後出てくる ETF の構成割合になってきます。左上から順番に世界1位のアップルそしてマイクロソフトと続いておりまして、なんとトップ10は全て米国企業になってきております。まあ、一部含まれてないような企業もあったりするんですけれども、 そんな中で第11位にランクインしてきたのがスイスの世界最大食品企業ネスレになってきます知らない人はいないでしょうハブアブレイクハブアキットカットのですねあのキットカットそして子供が大好き僕も小さい頃牛乳大嫌いなんでこれがないと牛乳飲めなかったんですけど見ろまあそんな風にですね様々なブランドを取り揃えてるこのネスレ ちなみにここにスタバがあるのは、スタバがネスレの子会社っていうわけではなく、多分、スタバとのコラボ商品を売ってるからですね、ホームページに出れたんだと思います。ネスレなどが構成されているこの ETF、トヨタなんていうのも入っておりますし、さらに下の方のランク見てみますと、ここら辺、ソニーとか三菱 UFJ なんていうのもランクインしてきております。40位ぐらいになってくるとですね、結構ドイツとかフランス、ヨーロッパ系の企業もランクインしてきまして、 さらに70以下ぐらいになってくると日本でもホンダとかセブン,ア,ンドアイホールディングス、ドイツの企業などなどがランクインしてきてるっていう状況になってきております。こんな風にですね、世界のトップ企業、これに投資ができる ETF っていうのがブラックロックが提供している iShares Global 100 ETF、ティッカーシンボルは100ではなく IOO になってきます。ちょっとシャレが効いてるようなティッカーシンボルになってきますね。 この EDF、ブラックロックが2000年から運用しているような ETF になってきます。預かり資産はですね、2000年からあるので、結構大きいかなと思ったら40億ドル。まあ、決して小さくはないんですけども、SPYD よりちょっと小さいかな。VT の7分の1ぐらいという状況になってきてます。 その理由としてはですね、経費率が0.4%結構高いんですね。今りは1.64%。コストが高いということでですね、日本でも全然人気がないんですけれども、こちら、セクターウェイトとしては、テクノロジーセクターが37%かなり高い、そんな商品になってきてます。この商品、やっぱり比較すべき対象は VT。全世界に投資ができる。そして大型から小型まで投資ができる、そんな ETF になってくるんですけども、これと比べてみますと、 セクターウェイトとしては、この IOO の方がテクノロジーセクターが14%とかなり IT セクターが VT より多くなってくるという商品になってきます。その理由としては小型株を削ぎ落とした分、ガーファムなどのメガテックのウェイトが高くなったことが原因だと思います。じゃあ、そのリターンはどれぐらいなのかというところなんですけれども、残念ながらですね、S&P500 と比べてみると正直勝てておりません。このオレンジが IOO になります。ただ、VT については しっかりと上回る成績になってきております。VT が登場した2008年からのリターンになってきますけども、IOO の方がリターンとしては50%近く高い結果になってきております。ここまで差が出てくるんだらば、まあ、ちょっと経費率高くてもいいかなと思えるかと思います。こんな風に IOO は世界への分散はしたいけれども、ちょっと小型株削ぎ落としたいな、パフォーマンス上げていきたい、そんな投資家の心理に応えてくれるような商品だと思います。一方で、 小型株そぎ落としたいけれども、伸びてくる小型株はしっかり取りたいななんていう贅沢な投資家の方は、999J というですね、ETF と組み合わせてみてはいかがでしょうか。こちら、なんかトリプル9みたいな ETF なんですけれども、提供しているのはトリプル9でおなじみのインベスコ社になります。ETF の正式名称が、インベスコナスタックネクストジェン 100ETF となってきておりまして、 ナスタック全体のうちの100ってのがナスタック100トリプルキューになってきますけどもその下101位から200位までに投資ができるような ETF になってきておりますということで米国のこれからを引っ張っていくようなルーキーたちで構成されている ETF になってきております経費率は0.15%とめちゃくちゃ高いわけではないんで結構僕はですね将来に向けてちょっとお互いしたい人向けの商品だと思っております実際この商品とさっき紹介した IOO 9対1の割合で持ってみた時のリターンがどうなるのか実は、これ、VOO と比較してみたところ、999J が登場してからの短い期間なんですけども、9対1の割合で持てば、なんと、S、S&P500 を若干上回るような優秀な結果になってきております。しかも、標準偏差としては、VOO よりも抑えられておりまして、シャープレッションも高いということで、試しに9対1でやってみるかと思ったら、思ったよりいい結果が出てびっくりしているところです。いい企業に投資したいけども、 これから伸びてくる企業も取りこぼしたくない。けれどもパフォーマンスを上げたい。というですね、もうわがまま極まりない投資家の皆さん、この2つの ETF チェックしてみてください。というだけの動画だったらあっさり終わっちゃうんですけども、ここからもう一つ、S、S&P500 最強と思いつつも、やっぱりもっといいものに投資したいということでですね、そんな人向けに S&P500 もさらに厳選した銘柄だけに投資する選択肢もあります。それが S&P100 という考え方なんですけども、 これに投資できる ETF っていうのが OEF, iShares S&P 100 ETF という ETF になってきます。これ経費率0.2%とやっぱりちょっと高くなっちゃいまして預かり資産は85億ドルとまあまあの時価総額の ETF になってきます。ちなみに、米国の時価総額100位っていうのはどれぐらいかと言いますと、チャールズ・シュアブとかアンセン、あとはアプライド・マテリアルズもちょうど100位ぐらいですね。 あとはロッキードマーチンとかがランクインしてくるっていうところになります。S&P500 の加入条件自体は時価総額だけじゃないんで、あくまでもこれは参考程度になるんですけども、これぐらい以上の企業に投資ができるとざっくり思ってみてください。この ETF なんですけども、実はですね、この指数に連動するような商品っていうのは OEF しかないんで、 世界に一つだけという商品になってきております。実際じゃあ VOO と比べてどうなってくるのというところなんですが、S&P500 のうちの上位100名柄っていうのはかなり時価総額も大きいんで、ウェイトとしては67%ぐらいが同じになってきます。そしてセクターとしても、やっぱりさっきの IOO と一緒で下の小型株削れる分、メガテックのウェイトが高くなるんで、ID セクターが6%ぐらい多いという状況です。 資本財セクターが3%くらい少ないということになってますけども、まあ3%か6%くらいの差だったら誤差の範囲かなと僕は思っております。では気になるリターンはというと、10年間で見てみると10%ほどこの OEF の方がトータルリターン優秀という結果になっておりました。経費率が0.2%とちょっと高いなと思っている人、この10%の差を見てみてどう思われますでしょうか経費率は確実なもの、リターンは不確定要素と思うかもしれませんけれども、 投資方針としてですね、小型株あんまり好きじゃない人、この ETF も1つ選択肢に入れてみてみはいかがでしょうか。ということで、今回はですね、この IOO と OEF という2つの厳選銘柄に投資ができる ETF を簡単に紹介させていただきましたけど、対比で見てみましょう。まず、今回紹介した2つの ETF はいずれもブラックロックが提供しておりまして、登場したのはいずれも2000年になってきますんで、まあまあ ETF としての実績は比較的長いものになってきます。 経費率としては OEF の方が0.2%ということで VOO の7倍ぐらいになってきます。ただ差としてはですね0.17%なんでさっきのトータルリターンとの差を照らし合わせてみて少し検討してもらえればと思います。VT と IOO につきましては経費率結構差は開いてますけどもそれ以上にリターンの差もかなり大きかったと思います。VT って全世界に投資ができると言えばですね聞こえはいいですけども正直なところその構成銘柄っていうのは 玉石混交。いいものもあれば悪いものもある。ということでですね。ちょっとそういうところが嫌だなと思う人は IOO いかがでしょうか僕はですね、さっきから言っているようにパワー is power。これがポリシーなんで、こういったですね、厳選銘柄っていうのは結構好みになってきます。ちなみにスイキングアルファでの評価はこんな感じになってきておりまして、やっぱりこの IOO の経費率ところは B マイナス評価になってきております。ただ、流動性とかリスク、 あとは、モメンタム的にもですね、決して悪いものではない、いい評価は得られてるんじゃないかなと思います。配当についてもちょっと見てみましょう。えー、利回りとしてはですね、VT が最も高くなってきておりますね。増配率についても、やっぱり大企業ばっかりになってくると、その増配の勢いっていうのはちょっと衰えているのかな。まあ、5年間で3%程度ということですとか、あとは連続増配の値もそこまで良くなさそうです。そして IOO についてはですね、分配頻度についてはセミアニュアルということで、 年2回になっておりました。皆さんがこのインデックス系の ETF に何を求めるのか、やっぱり利回りの高さも欲しいのか、経営率を抑えることなのか、トータルリターンなのか、そこにもよりますけれども、投資ポリシーとしてですね、安定して成長していくというところに重きを置きたいんであれば、こういったメガ企業に厳選した投資っていうのも一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。さて、えー、今回はですね、まず IOO、世界に分散しつつも、 厳選した100名柄に投資するような ETF っていうのを紹介しました。コストは少し高いですけども、VT よりもしっかりと優秀な結果を出してきております。新興国はいらないっていう人はですね、ぜひチェックしてみてください。そして OEF、これは米国の厳選企業ということで、S&P100 に投資をするというような ETF になってきます。その分、ハイテクセクターのウェイトはさらにちょっと高くなってしまうんで注意が必要です。 トータルリターン s p 5 0 0とそこまで変わるわけではないんですけども、コスト以上の成績っていうのは出ているようでした。今後もですね、ちょっとマニアックだ。だけど、面白みの持った ETF どんどんと紹介していきたいと思いますんで、興味のある方、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。